4人の里います、これで終了になるんですけども、本当にチームの皆様の方々、お客様、そして、スタッフ関係者の皆様、本当に心より御礼を申し上げます。これから、表彰の方を移らせていただきますけども、今この5つスモールワールドをさせていただいたのは10周年を記念いたしまして、ペンライトを持って日本を明るく照らしましょうというような気持ちを込めてペンライトを使っていただき、このような企画を、ご参加をさせて、していただいたというような次第でございます。はい、それでは、表彰の方に移りたいと思いますのでお願いいたします。いました、すいません、もうそーっと上がってきたので、ちょっとすいません、表彰を移る前に、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ドリームユーソパイ、実行委員会、副実行委員長を務めております、伊豆の伊東から参上してまいりました、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。同じく副実行委員長の、和智と申します。本当にこの2日間皆さんありがとうございました。実行委員の西野と申します。数えること10年目になりました。先ほどふっと思ってね、第1回目もう早いような遅いような、はい、あっという間です、はい。最初のことを思うと大変でしたね。はい、そうですね。で、あと15回、20回、30回、ね、40回、はい、50回と頑張って、はい、どうも、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ実行委員さんたくさんおりますけども、表彰のプレゼンテーターとして、3名の方に上がっていただきました。こうして10年目にして10年になるんですけども、実はこのフィナーレにこの副実行委員長が2人並んで立つ